回すよ。うん。生姜食べてる？うん。うん。生姜にして。うん。ラム。生姜が。うん。止まってるけど。はい。ライブ情報。何時のピースポットがいいのか。ああ。おはようございますか、いいのか。お。おは。ライブ情報。マンジェのフリースポット。ライブ情報。はい。マンジェライブしばらくなかったですけど、ライブをします。やっとできるね、うん、久方ぶりです。楽しみだ。誰に言ってもらうとかいいのか。ん？サポートしてくるとか。まあでもサポートの方なんでねそうっす。絶対に来た方がいいですよね。そうです。そうです。そうです。そう。じゃあ。キャスでもまだサポートだから、うん、正規のドラムを募集してる。はい。なおも。なおも継続中です。日付？うん。日付を、はい。12月30日。はい。土曜、あ、か、火曜日。はい。2014年。うん、はい。場所は？下北沢、ベースメントバー。はい。はい。おなじみのね。はい。呼んでいただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。タイトルが？カラバッシュカウントダウンパーティー2014-2015です。はい。年末忙しいかな、みんな。でもみんなもう仕事もあれだ、クビになって、うん、だいたい職失ってるから、うん、来ればいい。まあ、段ボールで温まってるぐらいだったら来た方がいいですね、うん、いい年。そう。来年2015年どうします？ねえ、ねえ、ドラム、ほんとにドラムはまあいいかいや、よくはない、よくはない。改めてまた募集しますが、まあまあ、ドラムとね、うん、あとなんだろう、また新しい曲をどんどんね、うん、作って、うん、まあ、どんどん録音とか、うん、CD とか、またで、またやっぱみんなの前で、うん、ライブがやりたいよね、うん、本当にライブに来てほしい、うん、うん、浅くんはそうね、ハッピーぷきゅんぷきゅんぷきゅん、マンジェのピースポット。
30日ベースメントバー下北ザワ、カラバッシュカウントダウンパーティー2014-2015ベースメントバーと、3という、隣同士のライブハウスが、2店舗同時に開催して、1店舗同時に終了します。バカ騒ぎの幕開けですね。そうだね、2日で終わるけど。マンジェのピースポット、マンジェイのピースポット、いい年を迎えるように、今年のね、今年ありがとうを伝えるよね。そう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 、今年のありがたう、ありがたう、ありがたう、来年もみたいな、万葉集みたいな、ありがたお歌不要来年もね、感謝しかないですよね、本当に感謝オンリー、感謝オンリーのイベントです本当に、ね、はい、今年もありがとう、マンジェのピースポット、マンジェのピースポット、マンジェイのピース。よいお年を。はい。アメンボ赤いなあいうえお。生麦生米生卵。色は匂えどちり。
新年明けましておめでとうございます。ませんが、まあ、そのね、解散だの、集合だのいろいろありましてどうなってるかは分かりませんが、より良き未来が、全ての人たちに、降臨してねそしてより良きその恩恵を受けた人たちの恩恵をまんじゅうは受けながら、その僕たちも、社会に還元していき、全てがこうつながったハッピーということですね。ね。マニフェスト。うん。政権放送だから。約束します。約束します。約束しちゃった。なんか目標とか持って生きてんのかな、みんなって世間じゃない人、そうそう世間の人って、うん、あんま俺目標とかなんか、うん、設定人生のなんかだからダメなのかな目標とか設定計画性がないよ、そう設定をしてないんだけど、あとね、なんつうのなんだっけ、ほら4文字熟語自分のあ自分のほらあのね書き初め、書き初めっつうかさ、抱負じゃなくて、五文字熟語、自分のポリシーみたいなやつ、そうそう信念な、なんか好きな言葉みたいな、そうなんかそう、そういうの、ね、好きな言葉、いやわかんないけどみんななんかなんだっけそれ、ああ座右の銘、あ座右の銘、あんのかな、持ってる人、持ってる、うん持ってる、えおひどいちょっと待ってひどいじゃんひどいよそれ、それ発表で今言ってもいい感じ、それとも、まあ、いい胸に秘めとく、胸に秘めとく、いやいやいや言って言ってていいの、うん、いいよ、もうありきたりだよ、うん、ああいう継続は力なる、ああそういうのをいつも心にっていうか頭の片隅にやって生きてるってことは、うん、そう、うん、
なるほど。マンジェ、あと春頃にはね、はい、春頃にはワウワウしちゃうようなワウワウ、イベントやります。そうですね、やるんですか。やりましょう。なんか今のかこう新曲も着々とできてるんで、それも音源に、マンジェの B スポット消えちゃったポケモンで、それ持ってるとやっぱなんか違うの。その座右の銘を抱き始めてからの人生は変わってく、うん、きたの。それは間違いないと思う。間違いなく変わってきたってこと？うん。いや、継続できないのは、うん、うん、できないんじゃなくて、うん、した方がいい、うん、なるべく、うん、じゃないと、うん、人も殺し続けた方がいいみたいな。ネガティブな、それは悪いやつ、常識の範囲内、もう動かさない程度の継続の力。そうですね。すごいじゃん。なんか人生に張りが出た。出ますよ、それは。すごい。ネリと張りが。宝くじも当たったり、お肌がツルツルになったりとか、うん、してくれ、してくれればいいけどね。持てば、うん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ライブ、ライブ、ライブ告知、ライブ告知、はいはいはい、朝だからそうそうそう今決まってるのは、はい、2月の15日、はい、曜日は日曜日、日曜日、日曜日、サンデー、サンデー、はいはい、ベースメントバー下北沢で、はいはい、やるのが決まってます。はいはいはい、詳細はこちらにまた話す後で、そうね、そこに出る詳細出るでしょう。今出てますね。こちらはなんかすごい早い、見えない気づけば君が離れてしまうという感じのイベントです ね、 すごい詳細だね。切ないイベントですね。すごい詳細だね。ね、いや、あるでしょ。なんか人が持ってない材の目がいいな。あ、自分で作っちゃう、自分で作りたい、うん。座右って何なの？座る右みたいな。じゃあ次回は秀樹が座右の銘を決めます。座右の銘。座右の銘発表するんで、ぜひ座右の銘予想した人、当たった人メールしてください。おすごい。ここまで。何か。あげます。こんな座右の銘どうですかって。ああ、ね、いいね、いいね、いいね。おお、このマンジェ、マンジェ当たった人はね、あとなんとかにまで送ってください。そう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 。待って、はい。
明けましておめでとうございます。はい、あ、もう大丈夫です。はい、マンジェのピースポット。精神的に靴、なんか肩をすぼめて、それじゃ映んなくなるから立ってさ、スタンディングですごい悲しみを表現してみる。いやー、そんなこと。スタンディングで。スタンディング？こっち向けよ。スタンディングで悲しみを表現してみろよ。鬼のよ。このクソ鬼のよ。もっと孤独に苛まれろ。まだお前精神的に楽だな。お前まだいけるな。もっと孤独を感じろよ。Thank you.
マンジェのピースポット。これまだこっちから誰か見て可愛がってくれると思ってるその感じだ。もっと本当に孤独になってみよう。本当の孤独になってみよう。それはもうお前孤独から立ち直っちゃってんだよ。マンジェのピースポット。もしもし、あ、げんちゃん、あ、お久しぶり、あれ、げんちゃん。マンジェのフリースポット。体育教師木本。あ、もしもし、あ、げんちゃん、あ、お久しぶり、あれ、げんちゃん、あ、何してたの、あ、そう、あ、そうなの、あ、そう、あのね、この間ね、タカピーにね、うん、そうそう、ピーナッツね、3袋送っといたから、うん、それね、受け取っといて、午前中つくようにしといたから、うん、着払いじゃないから、うん、元払い、うん、大丈夫よ、うん、あれちょっと待ってね、後でまた、うん、また後でテルミーするから、うん、テルミー、ドゥーマンジェのピースポット、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 あれはマンジェのピースポット。こんにちは。私が伝説の体育教師。名前？そんなもんはないよ。というわけでね、私は体育教師としてもううん十年
さっきの電話はなかったことにしてちょんまげ。というわけで、今日はこの体育教師溝口淵太郎が送る素敵な動画祭り始まるよ。あれ、これね、なんて読むか知ってるかい、みんな、良い子のみんな。これはね、裸だね、裸。裸ってどういうことか知ってるかい？なんでこの字が裸と読むか知ってるかい？いいかい？これ、これ人ね。でね、ここにね、池があるから。マリオカート？バカ。鳥の餌だよね、こいつはって、ドーンドーン、鳥の餌を。マンジェのピースポット、マンジェのピースポット、マンジェのピースポット、マンジェのピースポット。あれは第1回、あったかいんだから選手権。木本雄介。あったかいんだから、中二。そうですね、今日結構いい調子です、キャンプね、入りからすごい調子良かったですから。あ、僕たちからね、はい、すごいいい調子でね、はい、入ってますから。あ、やっぱ今日の位置感はちょっといい感じだと。ちょっと左肩開いてるから、ちょっと左肩開いちゃってるけど、でもね、これ彼のことも過ぎるだろうね。あ、はいはい、慣れてくればね、あの離れたところでしょ、離れたところでね。今シーズンも位置感は絶好調と。いや、もうね、タイオホエルズの3番として頑張れるんじゃないかな。マンジェのピースポット第1回、あったかいんだから選手権。市川秀樹。あったかいんだから。泉モダン J。あったかいんだから、あったかいんだから、マンジェのピースポット。2015年4月9日の木曜日、はい、下北沢ベースメントバーで、はい、マンジェライブやります、はい、皆様、友人、親族、はい、奥さん、はい、お誘い合わせの上、ご来場いただけたらありがたいです、はい、さらに大事なのは2015年5月13日、はい、何曜日だっけ。水曜日、水曜日ですね、
下北沢ビーズメントバーとですね、はい、マンジェのですね共同企画ですね、はい、共同企画というか、アニバーサリーなんで、はい、マンジェイベントをやりますので、はい、こちらかなり面白いことを今進めてるんで、はい、ちょうどいいねみんな来てください。はい、お願いします。ビンゴ、ちょっと来た。なんかでけえ、やったじゃん。お、やった。ちょいい、メガネだ。完全に今日これつけるしかないじゃん。いいじゃないのいえ、すごい、3つも。え、マジですげえ嬉しいんだけど。写真を再現開けます、ちょっと。はい、どうやって開けるの。何撮ってんだよ。ブーンブーン。マンジェのピースポット。あったかいだから、マンジェのフリースポット。ちょっと待って、フリースポット、何で笑うんだ。 P P P スポット、せーの、マンジェのピースポット。こんにちは。こんにちは。僕らなんで、ここにいるかというと、企画があります。おいじゃあ浅田くんから日付。日付、はい、2015年5月13日、はい、水曜日、はい、場所は下北沢ベースメントバー。じゃあ、うん、はい、イベントのタイトルがね、はい、ワンジェープレゼンツ、はいはい、柱の位置があれだよね、あれだよね、あれだよね、じゃない、あれだよね、え、あれあれだよね、柱の位置があれだねでしょ。 あ、 そう、あれだね、ベースメントバー、下北沢ベースメントバー20周年アニバーサリー、下北沢ベースメントバー、はい、これ20周年を迎えるということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。僕らその日13日にね、はい、イベント、うんうん、やらせてもらえちゃったりしちゃいます。出演者は鳥の餌、いやいや、ノンノンノン、秀樹さん。出演者は、これは、まずニュータウン、ニュータウン、フェイス、フェイス、松本龍太郎、龍太郎、龍太郎、
はい、死んじゃうじゃんか。はいはい。フェイス。ソルサーミューラー with just a little bit orchestra。はい。フェイス。セマンジェイ。マンジェイ。この5組で、はい、この紫外線の強い5月を、はい、下北沢の地下で、うん、カラバッシュビルで、はい、やっちゃうから、うん、レッツカラバッシュビルの、ね、支えてるぶっとい柱がね、うん、下北沢ベースメントはちょっと邪魔してるんだけど、うん、柱の位置があれなんだけど、うん、でもやっぱ、ね、その柱があるおかげで、うん、やっぱカラバッシュビルがまだ20周年迎えてもこう立ってる、うん、その柱のを見るとそう思ってみると、うん、感慨深いものがありますよ、うん、みんな、うん、では見に来てほしい。何が見てほしいって柱を見に来てほしい、うん、これが支えてんだなって、うん、すごいことよこれ、うん、お腹減った鳥の餌そうそう鳥の餌を私にください鳥の餌でもいいから食いたいよ、ね、あ、うん、じゃあ皆さん、ねうん、こぞって、うん参加ください、うん、よろしくお願いします。こぞってこぞっ て待ってます。はい。マンジェのPスポット。じゃあマンジェのPスポット、5月13日の企画ね。これニュータウンっていうバンドは木本さんなんかどんな若い2人がね、若くねえか。どっから来たのあれ。どっから来たん。何年から来たの。1729年ぐらい。結構昔の人。昔そう、ね、未来じゃなくて過去から来たんだ。タイムスリップしちゃって、うん、なんか憑依誰かあの二人に憑依したが、ね、あの二人は実はもう全然、まあ、音楽とかはもう全く無縁の人たち、うん、無縁だし無能だしとまで言う。本当は将軍とお付きの人の魂なんですよね。そう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 。そういうテクノ的なロック的なユニットっていうんですか。そうね。彼らはレゲエを主にたしなんでるっていう話。レゲエダンス。レゲエダンサー。一番スケベなダンサーだね。レゲエダンサー。一番スケベ。俺も結構好きです、ね。合言葉はゴッドロックっていうのがあるらしい。ふざけてんね。悪ふざけしすぎ何ゴッドロックって2番目が松本龍太郎。これは誰ですか。これは誰だ。3割バッターじゃない。3 多分去年確か3割3分いって首位打者取ってでも100打点いかなかったんだよね。で今年はなんか3割30本30盗塁で100打点っていうのをなんか目指してる。確か東映フライヤーズかなんかのバッターじゃなかったっけ。東映フライヤーズ、うん、あの日ハムの前身の、うん、バンド。あ、バンドじゃねえ、野球チームだね。リュウちゃん、リュウちゃんですね。リュウちゃん、うん、通称リュウちゃん。クレバーな感じで、うん、クレバーなのかな、あいつなんか厚ぼったい感じ全体いい喉と肩とチェックですよね。そうですね、喉肩チェック左打ちね、ええ、うん。で死んじゃうじゃんか。これはなんか空間プロデューサー的な方々です、ね。死んじゃう。ね、
れかな、音で音がすこうすごすぎて死んじゃうのかな。死んじゃうじゃん。これどう発音する感じだと思いますかこれ。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうじゃん。シングロモント的な、シングシンじゃうじゃん、死んじゃうじゃん。新しいニューってこと。ジャウジャンかニュータウンと繋がってるっていう。そうね、じゃあ何リュウちゃんもじゃあ松本ニュー太郎じゃん。死んじゃうだ、そのなんかそういうちょっと、うん、なんだろうな、死んじゃうっていうのはちょっとネガティブというか、うん、だけどもう死んじゃうじゃんかってぐらいのこう熱意を持ってやってる方々なんじゃないかな。僕はそう思うよ。どうしていきなり真面目にまとめましたね、うん、あのよくわからないっていうのは鳥の餌だよね、鳥の餌だよね、鳥鳥鳥餌餌餌鳥。ソウルスター三浦、ジャストアビルリッツオーケストラ、何これ彼はソウルスター星から来た方です。そうだよ、宇宙船地球号だよ、わ、わかんない、あれすごいよ。そうなんです、あの彼は本当すごい、本当ソウルとファンクの申し子で、ソウルスターって言ってるのにロックンロールっていうかまず最初にこれ一番これ本当ね、あの真面目に喋ってるけど一番適当に喋ってるように聞こえるけど本当はこれすごい、これがあのこれ本当真面目な情報なんです。一番なんかふざけてるように聞こえるけど、これだってあれだよ、ふんどし、まんじゅうのふんどし履いてさ、あ思いっきり思いっきり見えてた人でしょ。その瞬間見えて、もうすごかった、もろ出しだったぞ。前見つからのね、前見つからかぶり寄り、かぶり寄りでもう土俵際のこう、土俵際ロックノール、土俵際だね。そしてマンジェーマンジェーってなんだ、マンジェーってなんだ、誰だ誰だ、浅田くん、マンジェーって何、マンジェーは風だね。はぁせーの、風せーの、マンジェのピースポット。せーの、マンジェーの。
ずっとさまようだけのさダメなら、あそこやかに舞い上がれ。